綺麗だろう。このおひなさん、じいちゃんたちが作ったんだぞ。世界で一番綺麗。バカなもん、練習すりゃじいちゃんみてえになれら。俺の夢はひな人形の頭氏になること。すっごい、五条くんミシンできる人なの。俺、同じクラスに憧れている人がいるんです。その人は明るくて周りからも好かれていて。マーリンって声かけられてもいつも塩対応だよね。顔とかどうでもいいよ。人の好きなものバカにすんなよってなるでしょ。自分のことをはっきり言えるとても強い人で。ねえ、それおひな様、このおひな様は五条くんが作ったの？いや違います、俺はまだ服作るぐらいしかできなくって。服作れんの？五条くん、私に湖水ショー作ってくれないかな。コス？そう、コスプレ。サンサンキラリラした大切なもの。採寸の際は下着でと。なんだそれね、余裕余裕。北川さん、いいからして。いや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 、私ジュジュさんめっちゃ好きなんだよね。私はあなたじゃなくて五条若菜の作った衣装に興味があるの。てかジュジュ様、妹いるんだ。いいな、一瞬じゃです。よろしくお願いします。高校に上がって友達できたのか。こすってね、自分の教えの思いを全力でアピレーのよ。それってもう究極の愛じゃん。自分とは真逆の世界で生きている人がいる。その人とこんな約束をするなんて。早速しよっか。そのビスクドールは恋をする。1月放送スタート。